大見八幡市広野町にあるコミュニティカフェスマイルの音楽イベントスマイル音楽祭が開かれました。コミュニティカフェスマイルはオーナーの大西博也さんが地域の交流の場にしてもらおうとオープンしたカフェで、今年の4月で8周年を迎えました。この日は密を避けるため、去年10月にカフェの隣に完成した白鳥町自治会館のスペースを借りて開かれました。カフェではオープン以来、ワークショップやコンサートなど様々なイベントが企画され、多くの人が交流の輪を広げていますが、コロナ禍に入りイベントの中止や縮小、カフェの休業が続いています。この日は歌を歌って元気になってもらおうと、久しぶりの音楽イベントとして企画されました。ステージではミュージックセラピーオンタイムによる歌声コンサートや、オンタイムの生演奏に合わせたのど自慢大会が開かれました。オーナーの大西さんは、皆さん生き生きとした表情で歌っているので、開催できてよかったです。たくさんの人に支えられ続けてこられました。来年4月にはぜひ9周年イベントを実施したいですと話していました。